六路は回転する構造を持つ各種の装置。滑車を利用して重いものを釣り上げたり引いたりするための人力万力。小型のものは車地、滑車のみのものは飛べせみという。大型和線の路野層で用いられた歩、天馬線、怒り等の上げ下ろしをするための装置。木工や陶芸に用いられる回転式の機械。六ともかく、陶芸用のものは陶車ともいう。 本校で衝術。ロクロがいつ発明されたかは、はっきりしておらず、紀元前6000年前から、紀元前2400年前の間に発明されたと、されている。メソポタミアで発明されたという説が有力であるが、エジプトと中国も、その発明を主張している。ロクロは、青銅器時代に広く使用されるようになった。初期のロロは手や足で直接、を回転させながら、 壺や食器を形作った。後に弾み車が発明され、これと連結することで安定した回転を得ることができるようになった。弾み車は重く動かすのに力がいる。しかし一び回転に勢いがつくと弾み車の完成モーメントのせいで小さな力での減速はわずかとなり回転速度が長く保たれる。鉄器時代に 回転台を軸棒で弾み車を兼ねる重い円盤につなぎ足で下の円盤を蹴り回転を与えるろくろが広まったそれまでのろくろでは手で直接回転台を回していたがこの方のろくろでは手で回転させる必要がなく自由に両手を使うことができるようになったろくろは新大陸では発明されることがなくクリストファー・コロンブスがアメリカ大陸に到達し ヨーロッパからろくがもたらされるまでは、陶器は手のみで作られていた。日本では、奈良時代に木製の100万頭がろく引きで大量に生産されている。1836年当時のろくの実演。コナープレイリー歴史民族博物館産業革命が始まるとろくは、蒸気機関やガソリンエンジン、そして電気で動かされるようになったが、 人力で動作するものも依然として使用されている。それ以前にも一般的ではなかったが、風力や水力を動力とするろくも発明されていた。人力で動かす必要がなくなったとはいえ、ろくを使い陶器を作るのは未だに熟練を要する作業であり、職人芸と言える。ろくは車との関係も深い、人類にとって古来最も重要な技術の一つである。また、 近代工業の革新の一つ、旋盤は、六炉の発展と言える。近代的な旋盤は18世紀から19世紀の英国の技術者、工作機械の父モーズリーによる。日本でも高度経済成長期に引き物を大量生産するために、プライヤーの先に、総形、バイトを取り付けた形式の六炉が活用された。素材を回転軸のチャックに固定して回転させて、 プライヤーで挟むようにして加工した。ボックスツールの一種でワーキングパスで朝鮮半島からトライした投稿によって始められたイマリ焼き、ハギ焼きなどでも時計回りである。一方、丹波田地区焼きや九州の上野焼き、小石原焼きなどでは半時計回りが用いられている。ありがとうございます。